はい、皆さんこんにちは、バンテックついきでございます。今日のバンテック TV なんですが、 RV パーク2を紹介していこうかと思います。はい、ということで今回 RV パーク2ですね。2だからね、さっきオープニング2とか言っちゃったんだけどね、2でございます。今回ですね、この RV パーク2のね、紹介をしていただくために川北さんに今回ご紹介いただこうと思います。すいません、よろしくお願いします。お願いします。実はね、あの幕張のイベントで、初めましてのご挨拶をさせていただいて、あのちょうどあの三重次あの撮影行くんでお邪魔しますなんて、いう話からですね、初めてだね、こんなあのちゃんとこうご紹介してもらえる人がいるRVパークの紹介初めてなんですけれども、まずはかつてあの非常に設備も整っているんですが、このRVパークの一番の売りってどこですか？何点かはあるんですけども、うんうんうん、まず屋根下のサイトがあること。屋根下のサイト。シャワールームとゴミ処理の費用は、はい、料金に入ってます。ああ、ゴミ処理は、もう料金の入ってます。シャワーも。シャワーも入ってます。で、24時間シャワールームは、空きがあれば使っていただけるようになってますし、ゴミの処理の方も料金に入ってます。キャンピングカーで来まして、はい、車中泊をしましょうといった時の、はい、料金というのは基本的にワンプライズ。そうですね、イメージとしては、はい、電源付き、はい、2000円、はい、電源なし1500円で、その中にゴミ処理とシャワールーム、あとダンプステーションの使用料も入ってます。それも入ってるんですか？入ってます。すごく分かりやすい料金形態というか、そうですね、まあ、そもそも一泊じゃあ2000円なりを持ってきてくれば、はい、まあ、ほぼほぼ困ることはないと、電源はいただけるし、ね、っていうことですね。安いね。そうだよね、家族4人で来て1泊2000円だよ、仮にだね、と宿代として考えたらね、めちゃくちゃ安いと思う。今ここはね、砂利の場所なんだけども、アスファルトの場所もあるし、室内の多目的スペースじゃないけれども、そういったところもあの貸し出していただけるということなので、まあ別料金にはなってしまうんだけれども、あの貸し出していただけたりとか、あとなんか生ビールのサーバーとかも、サーバーもあのご希望があれば、レンタルであったりとか、あと大きいコストコの売ってるようなああいう焚き火台も、はい、あのグループの方でやっぱり使われるっていうのであれば、はい、レンタルもありますので、なんでもうポチです。じゃあ焚き火台もあるということでね、今から呼ぶじゃん、みんな、愛知のみんな愛知のみんな、やっちゃうこの辺の、はい、立地なんですけれども、はい、ちょっと今僕来る時にですね、はい、ちょっと街中を抜けて今ここに着いたんですけど、はい、インターから来てですね、はい、あの街中っていうのは、はい、あの辺は中心街？そうですね、結構津市の中心街で、いや言ったらめちゃくちゃ近いよ。車だとどれぐらいですか？インターから15分、はい、で市役所とか通駅も15分圏内、はい、10分程度であれば全て回れる、ほぼ中心の位置にありますので、じゃあ例えば、まあ、RV パークで車を止めて、はい、ちょっとした、用事を済ませるにも、はい、ここだとアクセスが非常に、そうですね、10分から15分で10分、スーパー、ホームセンター、コンビニ、はい、ドラッグストア、ほぼほぼ全てが揃いますんで、ガソリンスタンドも、数軒ありますので、いいですね。RV パークを、使うお客様、この使い方っていうのが、はい、まあ当然オートキャンプ場ではないわけで、はい、あのどういった使い方されるお客様とか、はい、あこんな風に使われるお客様もいらっしゃいますよみたいな、なんかありますか？まあ、うち野外調理の方は OK にはしてありますので、もう単純に、家族でやっぱバーベキューとかをしたいよとか、オートキャンプ場今取れないっていう方が多いんですので、はいはいはい、そういう方も見えますし、あとは RV パークに泊めていただいて、はい、大阪であったり名古屋、うん、伊勢の方へ電車を使って行かれる方、うん、あとは紀伊半島へ向かわれる際に、うん、ゴミとかですね、はい、処理して給水を温かにされて、はい、紀伊半島へ行かれる方の中継であったり、はい、いろんな使い方をしていただいてます。あなるほど、そうですね、そっか、ちょうど、僕ら昨日伊勢で、撮影を終わらして、今あの愛知に行く途中でちょっとね立ち寄らせてもらったんですが、だいたいすごいのんびり来て1時間ぐらいだったよね80キロぐらいで来て1時間ぐらいだったよね。非常に近くて、でもう本当に伊勢のあの辺りって、まあ、あの全然キャンピングカーでも行けたんですけど、やっぱ結構車も多いし、ね、駐車場が意外と背が高いと、あの止められる場所決まってたりとかっていうのはあったもんですから、そうするとここから例えばここに車を止めて駅まですぐだったら、そこから電車とかで行けるんですよ。ここから、駅まで大体歩いて15分です。歩いて15分でそこから電車乗っていただくと、はい、大体、まあ、便の種類にもよるんですけども、はい、まあ、1時間
ぐらいあれば必ず伊勢には着きますの で、そこからあとはバスなりタクシーなりで動いていただければ、はい、あのお父さんも飲めますし、あ家族みんなでですね、楽しんでいただけて、車旅プラス電車旅っていう2つの旅を楽しんでいただくこともできるようになってます。絶対おすすめだね。駅のすぐ近くに、下空だっけ。そうです。ね、で、そこから3キロぐらい離れると内宮。そうですね、うん、タクシーで10分15分で内宮になるんで、はい、内宮で俺ら行ったの内宮だもんね。内宮のところまで行くと本当にキャンピングカー止められる場所って、もう警備員の人に、まあ警備員の人すごい優しかったからすぐ誘導してくれたんだけども、駐車場の心配とかもしなくていいし、それ考えていくとここに止めて電車で行くってめちゃくちゃいいね。いかにせんね、その本当に旅の一つの拠点として使うにはめちゃくちゃいいかなって。三重とかも僕もまあちょっといろいろうろうろしたんですけれども、本当にその見どころもたくさんあったし、いわゆる神様を感じるようなエリアって本当にすごい感じていたので、なんかそういう部分を考えていくと、なんかのんびりのんびり過ごしてここで 2,3 泊をしてみんなでいろんなアクティビティでね、あの楽しむのもいいですし、単純に観光するのもいいですしっていうこと。例えばこの RV パークって今そのオートキャンプ場じゃない、ある意味車中泊っていう新しいカテゴリーだと思うんですけれども、はい、キャンプとか車中泊というんじゃなくてお仕事で使われる方とかそういう方っていらっしゃいます？結構うち多くてですね、テレワークとであったりとか、あとはもう気分転換ですねで来られる方、あとは出張の際に車を止める場所として使っていただきますので、うち無料 Wi-Fi を飛ばしてありますので、はいはいはい、そちらを使ってお仕事されてもいいですし、はい、あとはあの駅も近くにありますし、そうですね、で空港へ行く高速線の乗り場も近いですんで、ここへ止めていただいて高速線で空港へ行っていただいて、そこから飛行機で例えば飛んでいただければ、駐車場として使っていただいても大丈夫ですんで。おすすめ観光スポットを3つ、なんかありますか？まず1つ、はい、家族で遊べるっていうところであれば、はい、あと長島スパーランドと、三井アウトレットパークは、まあ、家族みんなが楽しめるのであれば、はい、そこが2つ、まあ、1つの場所にはなりますので、はいはいはい、そこは、まあ、三重県の入り口の方にはなりますので、うんうんうん、関東方面から来ていただければ、はい、高速から見える、はい、あのジェットコースター見えるそうですよね。そこがそうなんで、まあ、お子さんはまあ、スパーランドで、はい、夏はプールもやってますし、絶叫もありますので楽しんでいただいて、で大人はまあ買い物、三井アウトレット、そうですね、三井アウトレットで買い物していただくっていうような楽しみ方が一つできます。はい、ジェットコースター乗る？乗る？俺嫌だよ早い、怖いからねじゃあ2つ目お願いします。2つ目は、はい、お子様は、まあ、大好きだと思います、忍者ですね。伊賀忍者村っていう風に、忍者博物館にはなるんですけど、はい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 、こちらは忍者体験ができますので、手裏剣であったりだからこうからくり屋敷ですね。ちょっと今から行こう見ていただけます実はですね、あの忍者村僕あの前だけ通ったんですよ、はい、すごい山の中ですよね。そう、本当のお城 の、うん、あのお堀の中にそういう施設が入ってますんで、本当にこう山ですね、山の上っていう形に。そう、伊賀忍者村僕もね一回通ったことあるんですけど、すごい雰囲気あって、もう絶対行きたいなって今でも思ってます。ありがとうございます。じゃあ3つ目をね、3つ目は定番ですね、はい、伊勢神宮、あとその横のおかげ横丁、これは定番だと思います。行ったね、あの映像出ると思うけれども、プロモーションでね、すごくいいですね。もう本当に一回行ってみたいなってずっと思ってて、行ったもんね、すごかったね。でもあんまりなんか撮影するとバチ当たりそうだから、結局撮影撮れたかゼロっていうひどいことになっちゃったんだけど、もうすごい良かったですね。もうで、あの横丁もなんかいろいろなんか、そうですね、あのメインのストリートと、うん、その横もありますんで、あの通り沿いにやっぱりこう名産品であったり、はい、こう食べ物ですね、うんうん、まあ、赤福を代表の伊勢うどんとか、うん、あったあった、それと別にその横に、伊勢島は真珠が有名ですんで、うん、そうですね、真珠のあの販売のお店もありますし、あそこであればある程度観光は揃ってはいますんで、うんうん、ああいいですね、いいですね。うん、食べ物屋さんいっぱいあった。あ、そうだ、食べ物屋さん思い出しちゃったね。独断と偏見でも、はい、あのいいので、三重県の美味しいもの3つ、美味しいもの3つ、はい、名産には載ってないかとは、いいですね、場所もあるんですけど、そういうのがいいです、はい、1つは四日市のマグロレストラン、はい、
ていうマグロを出していただけるレストランっていうか、まあ、食堂なんですけども、はい、そこは今丼を代表として、うんうん、あと、まあ、マグロカツとか、うんうん、いろんな種類のマグロを食べていただけて、うん、その値段もそこまで高くはないので、そこが一つおすすめの場所にはなってます。四日市っていうとここからどれぐらいですか？車でだいたい下道であれば30分から40分に行っていただければ、はい、名古屋方面ですので。いいね、マグロ食堂行ってみたいな。続いて2つ目、はい、津市のうなぎになってます。うなぎ、はい、うなぎ、うなぎです。うなぎってなんとなく浜松とか、はい、浜名湖がなんかこうイメージとしてあるんですけど、はい、津もいいんですか？津市はですね、うん、消費量が日本一になったぐらいのうなぎの消費量が多い都市になりますので、市内に18店舗うなぎ屋があります、はい、で各お店やっぱり焼き方とかタレが違う、あいろんなこう微妙な違いがありますので、それを楽しんでいただく方も多いのがまず一つ、はい、あとうなぎの料金が特上で3000円前後なので、予想よりか若干ですが、うなぎの料金が安いので、食べ比べをされるお客様も見えるぐらい、うちのアルビパック利用者の方で、うなぎっていう方が多いのです。うなぎいいね。特上で3000円ってことはね、上とか波だともうちょっと違いね。焼き方、その白焼きだったりとか、タレ焼き、あとはガス焼き、炭火焼き、あとタレの甘い辛い、もう全部が違いますんで、全国的にも珍しいと思うんですけど、はい、うなぎの自動販売機っていうのも、はい、通信内に一つだけありますので、もし夜閉まっちゃったよとかいう方でも、はいはい、そこでうなぎ買えますんで、自動販売機であります。面白いね。ちょっとどうする、足りないね、1週間じゃ。うなぎ一通り楽しもうとした。何店舗でしたっけ？市内18店舗。市内18店舗。1日3食うなぎ。いや、きついか、やっぱりな。じゃあ、3つ目。冬場限定にはなるんですが。冬場限定、はい。紀北町の柿ですね。海のミルクの柿です。ないっすよね。牡蠣って、そもそもシーズンってどういう感じですか？シーズンは、夏であれば岩牡蠣、冬であれば、うん、養殖の牡蠣の方にはなりまして、はいはいはい、三重県でも鳥羽の方、浦村であったりとか、はいはい、そちらが名産にはなるんですけども、はい、紀北町の牡蠣っていうのがその地域だけしかまず出荷がされない牡蠣なので、そちらへ行っていただかないと、基本は食べれない、まあ、お取り寄せは別ですけども、お店で食べようとするとそこでしか食べれない牡蠣にはなってますので、お寿司屋さんがありまして、はい、その町内のお寿司屋さんでその牡蠣のフルコースっていうのを、はい、食べれますんで、ここへと今回と1時間半程度、はい、南の方へ走っていただくんですけども、はいはいはい、そちらはもうおすすめとして、紀北町、尾鷲熊野 の方にはなりますね。多分近く通ってるよね、昨日ね、昨日通ってるよね。自分間違えたね、先にこっちだったね。アルビパック2ということで、車で行っても OK、 電車で行っても OK なんで、なかなかこうロケーションとしてはないアルビパークになっていると思いますので、ぜひともね、このご覧になっている、方々でですね、三重の旅、すっごいいいんで、三重拠点にしていただいて、うん、遊び行っていただければと思います。紹介については概要欄の方でね、じゃあご案内しておきましょう。ちょっと気になった方、もしくは、今ね、ちょうどバンテックの車をご購入されて、納車を待っていて、さて車来たらどこ行こうかなって悩んでいる方ね、ぜひともね、三重の旅来ていただいてね、本当に素晴らしいアルビパークなので、ぜひともね、遊びに来ていただければと思います。はい、ということで、柿田さん、どうもありがとうございました。はい、ということでね、今回 RV パーク2をね、紹介させていただきました。いいね、すごく知らないエリアね、いろいろ探索するにはやっぱキャンピングカーはもちろんいいんだけれども、そういったそこから拠点にしてね、公共交通機関なのを使ってね、遊びに行くのもすごくいいななんて思いました。はい、でですね、なんとなんと RV パーク2さんの方では、長期割引というのがどうもあるそうです。10日間 まとめて予約をすると 5%、それだけじゃないです、20日間テンパオフ、もうないと思うでしょ、あるんですよ。30日間借りた場合はなんとその総額の 15% をオフしていただけるということで、ぜひともね、長くちょっとスパンでね、使っていただくっていうのも一つの
あの手かななんて思いました。じゃあまたやりますか。じゃあね、今日の一句ねやりましょう。じゃあはい、じゃあいきます。今日の一句、日本の風土感じる三重の旅。はい、ありがとうございました。本当にね、木とかもすごかったし、もう樹齢何年ですかこれみたいな、歴史とか文化とか自然とかそういったものを本当に日本の古来からあるんだろうなみたいな、根強く残っているっていう部分では本当に素敵な旅だったな、そして本当に素敵な県だなって思いました。はい、ということでぜひともね、あの三重の旅、拠点をね RV パーク2の方ですね、あのしていただいて、たくさん楽しんでいただければと思います。はい、ということで以上、松本さんがお送りします。